昨今のテクノロジー進歩は本当に二輪車や四輪車の質を向上させるのか本質論が叫ばれる中そもサスペンションシステムの本質とは一体どこにあるのでしょうか車両運動と人間工学エルゴノミクスを考え質感の高い乗り味を追い求めるのが当番組の趣旨ですそれでは新吾社長お願いいたします セイクレッドグランドのシンボです今回の動画では前回話していたスプリングの第2回目ということで話を進めてまいりますこの動画はショックアブソーバーの0.1ミリ、0.1秒をデザインするセイクレッドグランドの提供でお送りします2回目の主な題材は 以前話したスプリングの基本特性そのラインを見たわけですけれども実際のセッティングに向けて現実はどのようになっているのかを少しずつ話していこうと思いますその現実どうなっているのかシングルレートに対してプログレッシブ複合レートを持つバネはこうなっているその他にフロントフォークリアショックに関してはコイルバネ 見た目でわかるあのぐるぐる巻いたバネの他にもバネ特性が関係しているという部分を具体的に説明していこうと思います。それではまたグラフを見ながら解説していきます。ご覧ください。それでは図を見ながら説明していきます。ご覧いただいている図は前回のおさらいということでシングルレートのスプリング、柔らかい、中間ぐらい、一番硬いというふうになっていて、インシャルによって スタート地点は変えられるけれども、この角度は変えられない。変えたければスプリングレートを交換するしかないということ話を説明しました。こちらがそのスタート地点を変えたスプリングの図です。現実的なセッティングを今回から話するわけですけれども、では何が現実的かと申しますと、色で見ていただければわかるんですが、このように一番硬いのが黄色、中間が赤、その次が青、 となっていますが、ご覧のように逆転しています。これはなぜかというと、スタート地点を変えているからです。つまり、黄色いバネは一番硬いけれども、あまり縮めない。インシャル量は少ない。赤は少し多い。一番柔らかい青いバネは、たくさん縮めているということです。そうすることによって、スタート地点が変わっていますが、このスタート地点、黄色は88キロ。 赤は100キロ、青が108キロからスタートしています。そして、この奥の収束するポイントでは、ほぼ同一の全体が200キロで収まるようになっています。つまり、この一番硬いバネ、これを私は、硬いバネを柔らかく使うと説明しています。逆に、この柔らかいバネは、柔らかいバネを硬く使うというふうに表しています。そうすることで、 違った硬さを持つバネをいろいろな使い方で表現できる。硬いバネを硬いまま使うのか、柔らかくすること、イニシャルを抜いていくことで初期は動かしやすくする。しかし、奥に行った時の設定荷重はこう狙った通り、ここは200キロなんですけれども、この200キロのポイントでしっかり収めることができる。柔らかいバネも奥で200キロの値をしっかり得られるということが、 イニシャル次第で現実的に使えるバネにできるということになっています。しかし、前回も申し上げた通り、この黄色いバネであれば、初期はスタートが88キロですから、ふわっと動く。逆に、一番柔らかいバネ、青い線はスタートが108キロなので、その差は20キロある。若干張りのある乗り味になっている。そういうことがイニシャルの使い方次第で、 いいかよううにもなるということこですそれでは、現実的なバネを見ていこうと思います。この赤い線は、いわゆるシングルレート。これまで散々説明してきたものなんですが、その次のこの青い線。これは複合レート、プログレッシブレートとも呼ばれますけれども、いくつかの硬さを持ち合わせたバネの設定です。これは割とよく用いられますが、3つ目のこのライン。これはですね、非現実的な設定でありまして、 コイルスプリングでは作るのが難しいそれをこの線を実現したければいくつかの手段を持ちなければ簡単には表現できない線となっていますまあそもそもこの線は普段使っている時に必要には感じませんので余計な手間とお金をかけて作る必要はないんですけれどもこういった線も必ずしも実現不可能ではないけれども非常に手間とお金がかかるんだということを説明申し上げます。 次、これは実践的な説明となりますが、この青い線、一直線に来ているこの線は、毎度申し上げているシングルレートのスプリング。では、この赤いプログレッシブレートを持つ線は一体何なのかと申しますと、フロントフォークの湯面ということになります。湯面はですね、このようなバネのように単純に加算されていくものではなくて、部屋の体積が小さくなるに従って、 倍々で硬くなっていくっていうような特性を持っています。ですから、ご覧のようなプログレッシブ特性を持っているんですけれども、大切なのは、油面とコイルスプリングは別々のものではなくて、同一の縦軸、直列で考えなければいけない。この青いグラフの上に、この赤い空気バネが乗っかってくる。当たり前といえば当たり前なんですけれども、これはですね、 非常に重要な視点で、セッティングを進める上で、湯面がどこにあるのか、それによって奥の硬さが変わってしまう。えー、そして、それに影響されて、動き出しはいいんだけれども、奥はなんだか硬い、ということも起こり得ますので、湯面の設定っていうのは、えー、実はかなり難しいと感じています。簡単にできるのは、湯面が問題の起こらない程度にとことん下げておいて、まずはコイルスプリングの この硬さを出してしまう。そして奥の踏ん張り感を求めて徐々に湯面を上げていくことによって、この程度でいいっていうことをライダーに感じさせれば、セッティングはより具体的に早く終わるのではないかというふうに考えています。このコイルスプリングと湯面、これがフロントフォークだけのものかといえば、実はリアショックでも同様で、現代的なリアショックはガスで圧力をかけてオイルの キャビテーションというものを防ぐ、まあ、劣化を防ぐ性能を安定させるということをしているんですが、このコイルスプリングの他にも、今申し上げたガスを圧力をかけている。で、それは圧力は空気の部屋になっていますので、このようなプログレッシブ特性を持っています。このガスの圧力、圧力の高さ、ガス質の大きさ、溶石、これもまたコイルスプリングに上乗せされていきますので、 リアショックのサスペンションセッティングにおいては割と重要な観点となっています。最後に、どういったスプリングを選ぶのかという視点ですが、この直線はシングルレート。もう十分に理解いただけていると思いますけれども、ではこの黄色の線、これはプログレッシブレートではあるけれども、初期はこの赤い線を下回って後半で立ち上がる。青い線はプログレッシブなんだけれども、 シングルレートを最初から上回って、ずっと上回っていく。こういうことのように、まず基準となるシングルレートからどっちに振っていきたいのか、初期は柔らかくなのか、奥は硬くするのか、それともスタートから全体としては上回っていきたいのかっていう部分をより具体的にすることで、セッティングは短時間で済むようになります。一般的にはですね、この赤と 黄色の線で選ぶことが多いというか、皆さんそういったイメージをされているのではないかと私は推察しますけれども、初期は柔らかく、奥は踏ん張るようにしたい。これが、まあ、交換、ちまたに出回っている複合レートの一般的な作り方かというふうに思います。となると重要になるのは、この軸が交わるこの点をより奥に持っていくのか、手前に持っていくのか、 非常に重要な部分となり、これの設定は一般の方ができるわけではないんですが、こういったものをどうやって選んでいくか、交差点がどの辺に位置しているのか、初期はどれぐらい柔らかくて、奥はどれぐらいになっていくのかっていう、このグラフがあれば、できればデータを提供してもらって、ご自分のバイクにつけてみて、乗るとよりセッティングが楽しくなるんではないかというふうに思います。 今回はより踏みみ込んだ内容を話してみましてまた前回のおさらいとしてシングルレートそして複合レートがどういったものなのかフロントフォークのコイルバネそして夢は直列直結で考え縦軸として考える必要があって実はリアショックにもそのような機構が備わっているそしてプログレッシブレートシングルレートを どこの設定で使っていくのかという点を話してみました今回の動画が皆様の参考になれば幸いです、えー、次回もバネをもう少しだけ話してみようと思います次回の動画もお楽しみくださいありがとうございました今回の動画はいかがでしたでしょうか当社ではオーバーホールだけでなく質感の向上に伴う乗り心地の最適化サスペンションセッティング 改造も行っております皆様からの問い合わせ依頼を心待ちにしております音声で皆様とご一緒したのは柳でした次回の動画もぜひご覧ください この動画は「セイクレット・グランド」の提供でお送りいたしました。